ボードル・イー・カバニャル公爵ピエール・フランソワ・ドリゴーは、フランスの公爵であり、士官であり、最後のヌーベル・フランスの総督を務めた人物である。父・フィリップ・ドリゴード・ボードル・イーユの後を追って、フランス海軍に入隊し、ヌーベル・フランス植民地での任務に就く。10歳で、植民地の正規軍の将尉に任命された後、 軍で昇進を重ね、トロワリビエールの総督を1733年から1742年まで務め、その後は1753年までルイジアナ総督として前任のビアンビルからニューオーリンズの運営を引き継いだ。ここでボードルイユの手腕が発揮され、植民地の経済はかなり安定したものとなった。1755年には、 ヌーベルフランスの総督に就任した。カナダ生まれでヌーベルフランスの総督となったのはボードル・イーのみである。7年戦争の軍事活動に関して全権移入されたがヌーベルフランスの海軍と民兵の力をフランス本国の陸軍の正規部隊6隊で補強しようとしたためことがややこしくなってしまった。この部隊の指揮官はディスカウダン サンベラン・コール・イ・ジョゼフ・ド・モンカルム・レビファクト3人変わった。フランスはイギリスに対して勝利すべく骨を折ったが、フランス正規軍と総督の考えの違いが、この努力にかなりの支障をきたすようになった。ボードル・イユはカナダ式の辺境でのゲリラ戦を主張したが、モンカルムは植民地の中心地に部隊を集めての防御中心の ヨーロッパ式のやり方を優先した。エイブラハム平原の戦いで、モンカルムが敗れた後、ボードル・イユは、ケベックの中屯隊長、ジャンバティスト・ニコラロック・ドラム勢に、できるだけ現状を持ちこたえさせること。しかし、今後も起こるであろう。吸収に耐えるよりは、ケベックを降伏させる方を認めるという命令を出した。ボードル・イユは、その翌年、 新たに指揮官となったレビと作戦を行うことにしたが、レビのサントフォアの戦いでのイギリス相手の干渉にも、かかわらず、春にイギリス艦隊がセントローレンス川を登ってきたため、モントリオールへの撤退を余儀なくされた。また、モントリオールにもイギリス兵が進軍しており、カナダ側の脱走兵も相次いだ。モンカルム将軍植民地の住民を、 戦乱から守ろうとするも大案が見つからず、ボードルイユは9月8日に、モントリオールで降伏した。降伏の前に、やはり植民地の人間を、財産や法律や宗教の面で保護できるよう、軍の同意を得るべく交渉し続けたが、軍にとってはこれらは何ら先行にはならぬものであり、この降伏で、ボードルイユは、フランス本国の軍と、宮廷から、 かなりの批判を受けた。フランス政府は、ヌーベルフランスを失ったこと、また、そこでの戦争で多額の出費をしたことに関しての、非難の励口を必要としていた。海軍、陸軍の、両大臣が攻めを引き受けるのは期待できず、モンカルムはすでに死亡しており、陸軍を咎めることは、国王が許しそうにもなかった。 ボードル・イユと財務官のフランソワ・ビゴトがその役目を引き受けたのは当然とも言えた。1761年の11月17日、ビゴはバスティーユ牢獄に投獄され、そしてボードル・イユも1762年の3月30日に投獄された。この一連の投獄はアフェール・デュ・カナダと呼ばれる。しかしボードル・イユは5月18日に仮釈放された。 その後、1763年12月に、正式釈放され、フランス軍での昇進の見返りにこじんまりとした、邸宅を与えられ、そこで引退後の14年間を過ごした後、1778年8月4日に、よう去った。エイブラハム平原の戦いエイブラハム平原で、敗北した、当日の9月13日に、ボードル・イーユが、レビ総司令官に宛てた文書の一部である。 極めて不幸なことが起こってしまった。明け方、敵は、アンス・デュフロンの司令官エム・ド・ベルゴールを驚かせるようなことをやってのけたのである。彼らは立ちどころに、そこの岸を越え、気がつかないうちに、西洋羽通りにまで達していた。彼らはそこに少なくとも五千人の軍隊を連ねていた。モンカルムが第一文検体を伴って到着した。私は、 後方守備隊の一部を担っているので、不評部隊の進軍を急がせることにした。私は、ブーガンビルに命令を発したので、彼は、即時、ルージュ岬から、精鋭部隊を5個、師段、2台の野戦局射砲、騎兵隊を伴って行進した。我々のなすべきことは、ブーガンビルの到着をただ待つことである。というのは、我々が全力で戦っているうちに、敵は、 後方からの攻撃にもさらされることになろうからである。だが、作戦があまりにも、早急に実施されたため、運命は我が方に味方しなかった。その結果、我が方の現状は、以下のごとくである。一、我々は、今後反撃を加えるほどの準備体制にない。我が軍はあまりにも士気が低下しきっており、それを取り戻すこともできなくなっている。二、私は、 植民地全体の条件付き幸福に同意できないし、その意向もない。3. 我が方の代客は、隠してマニアムを得ないものである。ABCDFGH ボードロイ、ピエールでリーゴドでボードロイでキャバグにある、マルキスで、ハット a b c d ィクショナリーオブカナディアンバイオグラフィーオンライン、木村和夫、フィリップ・バックナー、ノーマン・ヒルマー教著 カナダの歴史大英帝国の中世な長女1713から1982、刀水書房、1997年26ページ。日本カナダ学会編、審判資料が語るカナダ有比較、2008年24から25ページ。ありがとうございます。